束？あんまり眠れなくてね。あ、でも昨日のことでじゃないよ。夏はいびきうるさいし、グレーはすぐ裸になるし、エルザは私のベッド入ってくるしで。参加者は同じ部屋っていうのも大変だね。ウェンディの声。おい、何があった？ナツ、ウェンディが助けに行かなきゃ。ウェンディ！お前ら、ウェンディをどこに連れて行くんだ？くそ、見つかったか。なら、やるしかねえ。よっしゃ、一緒に行くか。開け砲兵級の扉、アクエリアス。おーれー、おーれー、なかなかやるでしょ。てめえら、誰の差し金だ？助けてくれ。俺たちは頼まれただけなんだよ。レイブンテイルのやつに。レイブンテイル？なんてやつらなの？ウェンディを襲っただけでなく、さらおうとするなんて。襲う？事情はよく知らねえんだ。宿で寝ている少女をさらってこいと言われただけで。少女？エルザじゃなかったみたいだね。おい、ウェンディ大丈夫？もう動けるの？はい、昨日はご迷惑をおかけしました。今日は問題なく戦えます。それにしてもレイブンテイルのやつら、やることが露骨に汚ねえな。一人一人戦力を潰していくつもりか？目的はわからんが、私たちを場外でも狙うつもりなら、警戒を怠ることなく、なるべく一人にならないように心がけよう。こいつらは警備隊に引き渡しておく。相手には一瞬にして魔力をゼロにできる魔導士がいる。なのに捕獲に加わらないのはおかしいんじゃない？それに宿で寝ている少女という条件だけでウェンディを選んだのはどうして？本当の目的はルーシー？それなら、あの余地は？さて、闘技場へ向かいましょう。昨日の遅れを取り戻してやる。燃えてきた。今日は私に任せてください。休んだ分、体は絶好調です。期待してるぞ、ウェンディ。よう、サラマンダ、ちょっと顔を貸せ。ああ、なんだよ。お前ら天狼島から戻って精霊界ってとこで修行してきたらしいな。いや、あれは修行じゃねえ。あれのせいで修行の時間が、くそ。ああ、まあ何でもいい。修行してたのはお前らだけじゃねえ。少しは強くなったんだろう。お互い腕試しと行こうじゃねえか。そういうことか。受けて立つ。一対一の真剣勝負だ。準備はいいか？サラマンダ、
二人とも大丈夫？まだだ。俺は負けちゃいねえ。それは俺のセリフだ。ごはっ。うむ、引き分けだな、サラマンダ。この決着は必ずつけてやる。本土から仕事に行くときは俺も連れて行け。どっちが活躍できるか勝負だ。望むところだ。勝つのは俺だけどな。ギヒ、楽しみにしてるぜ。ウェンディ。え？そうだな。ウェンディ。え？うん。そうですね。ほう。だな。
2日目の競技はパンデモニウム、参加人数は1名です。この神殿の中には100体のモンスターがいて、モンスターには様々な戦闘力が設定されています。最強クラスのモンスターは聖天大魔導といえど、倒せる保証はない強さです。カポ、皆さんには順番に戦うモンスターの数を選択してもらい、倒した数がポイントになります。モンスターのクラスはランダムで、いきなり強いクラスのモンスターが出現することもあります。一度にたくさんの敵と戦った方がいいけど、多すぎると倒せなくて無駄になってしまう。そして選ぶ数が多いだけ強敵を引きやすくなる。欲張りすぎても良くないというわけだな。最強クラスは聖天大魔導でも苦戦するとなるとね。だけど一巡に一体じゃ他に遅れを取っちゃうし。ここは私が行こう。エルザさん、それではくじで順番を決めます。参加者はくじを引いてください。1番、ラッキーだね。一番たくさん自分の順番が回ってくるよ。私なんか8番、
この競技、くじ運で全ての勝敗がつくと思っていたの。くじ運で、いや、どうでしょう。戦う順番より、ペースファイブと状況判断力の方が大切なゲームですよ。いや、これはもはやゲームにならんの。100体全て私が相手する。挑戦権は100だ。ま、無理ですよ。一人で全滅できるようには構わん。え？カッソ、行くぞ！エンタグラムソード！まだまだ。
信じられません。なんとたった一人で100体のモンスターを全滅させてしまった。これが7年前最強と言われていたギルドの真の力なのか。すっげえ。なんだあいつ。私覚えてる、フェアリーテイル最強の女魔導士エルザ・スカーレット。やっぱすげえよ。後で俺と勝負しろ。おいおい、私感動しちゃった。私もう胸がいっぱいで。まだ優勝したわけじゃないぞ。フェアリーテイル A パンデモニウム完全制圧。全てのチームの結果が出ました。いよいよバトルパートだな。今日の対戦相手はラミアスキル、リオンのところか。出場者は私。頑張れよウェンディ。落ち着いて戦えば大丈夫だ。はい。奴らはまだシェリアの強さを知らんようだ。グレイの驚く顔が目に浮かぶ。思いっきりやってきなさい。はい。大丈夫ですか。よろしくお願いします。よろしくね。修行したんだ。頑張らなきゃ。お手並み拝見。天神のハーフネ。天神のフォロース。天神のハーフネ。
ばいぞ。一気に行け。ゴッドスレイヤー驚きました。ピオンから聞いてたんだ、フェアリーテイルに私と同じ魔法使う子いるって。ちょっとやりすぎちゃったかな。ごめんね、痛くなかった？平気です、戦いですから。せっかくだからもっと楽しもうね。私、戦いを楽しむってよくわからないですけど、ギルドのために頑張ります。うん、それでいいと思うよ。私も愛とギルドのために頑張る。天神のクラス。みんながここまでつなげてきたんだ。私は戦いは好きじゃないけど、ギルドのために戦わなきゃいけない時は私だって本気でやります。別流奥義召喚天空戦士。やりすぎちゃったかな。でもこれで、ごめんね、ちょっと待って、まだまだこれからだから。やっぱすごいね、フェンディ。なんだこいつ、傷が消えている。大丈夫、もう降参しとく。私、戦うのは嫌いじゃないけど、勝敗の見えてる一方的な暴力は愛がないと思うの。降参してもいいよね。できません、私がここに立っているということは、私にもギルドのために戦う覚悟があるということです。情けはいりません。私が倒れて動けなくなるまで全力で来てください。お願いします。うん、それが礼儀だよね。
くよ。なんとか耐えるのよ。ここで時間切れ。試合終了。この勝負引き分け。よく頑張ったね、ウェンディ。両者ともに見事。シェリアもウェンディもよくやった。魔力だけで見たらシェリアの方がはるかに高いというのに。痛かった？ごめんね。いえ、そればっかりですね。楽しかったよ、ウェンディ。私も少しだけ楽しかったですね。友達になろう、ウェンディ。はい、私なんかでよければ。違うよ、友達同士の返事。友達になろう、ウェンディ。うん、シェリア。私たちの試合はこれで終わりね。他のも見てく？そうだな。お、セイバートゥースの試合が始まるぞ。フィオーレ最強。よく見ておくんだ、私たちが超えるべきギルド。相手はマーメイドヒール。女性だけのギルドだな。始める前に私たちも賭けというものをいたしませんか。申し訳ないが興味はない。敗北が恐ろしいからです。そのような感情は持ち合わせていない。しかし賭けとは成立した以上必ず行使する主義であるゆえ、軽はずみな余興は遠慮したいのだ。では重たくいたしましょう。命を賭けましょう。その覚悟が誠なものならば受けて立つのが礼というもの。よかろう、参られよ。セイバートゥースの前にあなたの運命。開け、創魚球の扉、天秤球の扉。本当、不具大抵、抜かぬ太刀の方。嘘、精霊たちが打ち消された。安い賭けをしたね。人魚は時に虎を食う。私が敗北。セイバートゥースが命。そなたの命は私が預かった。よい。はい、仰せの通り。あのセイバートゥースが負けた。セイバーの女が弱かったのか、マーメイドの女が強かったのか。後者だな。やつは試合中一度も刀を抜かなかった。加減してるってこと？
わからん。それだけならいいのだ。があり伺いました。セイバーが何の用だよ。ナツさん、話くらいは聞いてあげましょう。厚かましい申し出ではありますが、これを。創魚球の鍵と天秤球の鍵、この2つをルーシー様に受け取っていただきたいのです。そんな無理よ、もらえない。1日目、あなたを見た時から決めてました。大会が終わったらこの鍵をお渡ししようと。大会終わってねえじゃん。私の大会は終わりました。私の代わりにはおそらくミネルヴァ様が加わるでしょう。でもどうしてですか。それはあなたの大切な精霊ですよね。だからこそ私より優れた精霊魔導士であるルーシー様のもとに置いていただいた方が精霊たちも幸せなのです。嬉しい申し出だけど、やっぱり私には。あなたはすでに王道十二門の鍵を10個も揃えています。この2つと合わせて12の鍵すべてが揃うのです。世界を変える扉が開く。世界を変える扉？ただの古い言い伝えです。私にもその意味は分かりません。あなたは精霊に愛され、精霊を愛する方です。12の鍵を持って精霊と共に歩むべきです。やっぱり受け取れない。精霊魔法は絆と信頼の魔法。そんなに簡単にオーナーを変わるわけにはいかない。簡単な決意ではないのですが。え？いいえ、あなたならそう言うと思っておりました。いずれ時が来ればおのずと12の鍵は再び揃うでしょう。またお会いできるといいですね。もったいないことしたわね。せっかく全部鍵が揃うチャンスだったのにね。昔はね、全部揃えてやるんだって思ってたけど、今はそうでもないんだ。セイバートゥースの人とはいえ、あの人も精霊をとても大切に思っている。私にはあの人と精霊の絆は切れない。ううん、切りたくないの。ルーシー、俺出てくる。え、どこへ。ちょっと言い忘れ。じゃねえんだよな。ほら、夏ってばセーバートゥースってだけで悪者だって決めつけちゃってさ。だからこうして謝りに来たんだろうが。謝る？ごめんな。軽っ。ごめんね、これでも少しは大人になったんだよ、夏は。どういう意味だよそれ。わざわざそのためだけに私を追って。お前、ずいぶん暗い顔してっからさ、俺、気分悪くさせちまったかなって。いいえ、すみません。
いや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 、謝られても困るんだけど。泣かれても困るんだけど。どうしたの。私、人にこのように気を使われたことがないもので、私ずっとセイバートゥースに憧れていました。去年やっと入れたのに、私はもう帰ることは許されない。たった一回の敗北で辞めさせられたのです。大勢の人の前で裸にされて、自らの手で紋章を消さねばならなくて、悔しくて恥ずかしくて、自尊心も思い出も全部壊されちゃって。それなのに私には帰る場所がなくて。悪いけど他のギルドの事情は俺にはわからねえ。マチュ、はい、すみません。私つい、他のギルドだけど同じ魔導士としてならわかるぞ。恥ずかしめられて、紋章を消されて、悔しいよな。仲間を泣かせるギルドなんて、そんなのギルドじゃねえ。仲間、がマスターか。一度の敗北でクビだって、なかなか気合入ってんな。だったらお前も俺に負けたらギルドやめんだな。ノッツさん、自殺行為だ。クロム様、自分のところの仲間を仲間と思えねえやつは許せねえんだ。何の話かわからねえだと。逃げんのか。俺と勝負しろ、ライエンリューの逆転。今宵の宴もこの辺でお開きにしまいか。ああ。世の中には体裁という言葉もあるものでな。攻めてきたのがそちらであったにせよ、大魔党演武出場者を潰したとあっては我々としても立つ瀬がない。どうだろう、ここはわらわの顔を立ててはくれまいか。さすればこの子猫は無傷でそなたに返すこともできよう。ごめんなじゅー。ハッピー、くそ。部下が何人かやられてはいるが、わらわが今回の件不問に付してもよいと言っている。そなたに大人の対応を求めようぞ。いいんだハッピー、俺の方こそ放っておいて悪かった。帰ろう。はい。
決着は大魔党演武でつけよう。思う存分な。お前らなんかには負けねえよ。つうか俺たちには追いつけねえ。ギルドなら仲間大切にしろよ。俺が言いたいのはそれだけだ。仲間、俺たちのギルドにはない絆なのか。こんなに強かったのか、ナツ・ドラグニル。ねえルーちゃん、プール行かない？プール？近くに大きなプールがあるんだって。みんなで行こうよ。いいですね。プールか。夏たちにも声かけるか。いいんじゃない。あいつらどうせろくなことしないし。ミラたちと先に行ってるね。それじゃあ後で。気持ちいいな。ルーちゃん、こっちこっち。待って、今行くから。ってくつろぐの早っ。おいと。したら負けよ。はあ、っ、はい、あもう、はあ、ジュビア、クレー様と一緒に泳ぎたかったです。それじゃ明日から頑張らなきゃね。精一杯応援するよ。ブレイ様のために。絶対優勝。残りの試合、勝って勝って勝ちまくろう。あ、遅くなってしまった。誰だ。ギルドに入ってたのか。ショーやウォーリーも同じギルドに。そうか、本当に会えて嬉しいぞ、ミリアーナ。元気そうで何よりだ。お前だって。それにしてもお前のとこのカグラというもの、本当に強いな。いつか手合わせ願いたいものだな。そうなのか。ずいぶん物騒な名前の刀だな。これは国防大臣殿。あれとは？
刻も早く試運転がしたくてですな。国防大臣殿、お声の方が少しばかり大きいかと。それにあれはすでに完成しております。予算工面のための便宜ですよ。未完だというのは、あとは精霊魔導士がいれば。エクリプスは実用段階まで来ているんです。これより計画はフェーズ4プラン B に移行いたします。より確実に精霊魔導士を入手いたします。あなたがエクリプス計画反対派だということはすでに周知の事実。しかしここまで来たら止まれません。王のためなら、国のためなら、人は悪魔にも神にもなれるのです。世界を変える扉エクリプスの前では、一人の少女の命など実に安い。精霊魔導士が二人もいるのだ。止まれるものか。銃の鍵を持つ少女と二の鍵を持つ少女、十二の鍵が揃う。エクリプスは完全に起動する。ゼレフ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 。大会は5日間、3日目の今日が折り返しね。首位には遠いが、まだまだ巻き返せる範囲だ。一つずつ勝利を重ねていこう。はい、今日も頑張っていきましょう。妙に張り切ってんな。ゆうべ何かあったか。何にもないよ。みんなで優勝しようって誓っただけで。ね、ウェンディ。え、私に振るんですか。はい、昨日は何もありませんでした。ふん、ま、いいけど。よっしゃ、それじゃ闘技場に行くぞ。よし、